歌えるさん、大変ですから。モニターがどうのとかいろいろ細かいでしょ。ね。あ、そういう中にいるからね。今まではもう歌う方だったんですけど。コツなんてないですよ別に。なんかもう体力だけはっていうことですねそうですね。体力はまだはいあります。大丈夫です。はい生放送。え渡部とやるんでしたっけ？そうです、はい渡部さんと。はいね、こちらも。あいつ目が本気で笑ってないからね。またそんなこと言って。え何？いやいやいや。これ。 お二人のデビュー当時の話を伺ってまいりましたが、まあ、最後にですね、えー、いつまでも変わらないそんな素敵なお二人なんですが大切にされていることについてお話を伺いたいと思うんですがズバリ所さんが大切にしていることって一体何でしょうか、えー、大切にしているものなんだろうな大時間から真面目なこと言えば。時時間時間、うんえー 時時間間が大切だって例えばこういうイベントっていうかいろいろ説明してくれるんだけどその時間違うこと考えていたいの本当はだからこの人早く終わらないかなと思うばっかりでねさっきね打ち合わせしてましたけどねんか新婚台本もらえば必ず読むじゃないですかその責任は果たす人間なんですよ意外とだから改めて言われるとね あのその時間もったいないなっていつも思います、ね。他のことができるのになと。うん。かといってそこの前室で何ができるできないんですけどね。できないんですけどね。<laughs> ねギターでもね。だ時間ですね、うん。時間が大切。うん、ありがとうございます。森高さんはいかがでしょうね。いつまでもね美しい森高さんですからこれはもう普段その意識してらっしゃること そうですね、まあ、私も時間が結構本当に足りないっていう感じもしますし、まあ、子育てをしながらちょっとお仕事をっていう感じでしているのででもやっぱりあの好きなことをやってるっていう意識はすごくあるので何でもこう楽しくあのやってるっていうふうに意識してあの、まあ、ちょっと大変なこととかもあのそういうふうに大変だとか思わないようになるべくしてます大きいお子さんいるんですよね。はい そう見えないもんね。本当ですよね。おききおこさん。おおきしかないから。背背丈どのくらい？もう私より大きいです。ええ。そんな大きいの。はい。追い越されました。 本当にあの好きなことを、ね、やってるっていうことであるとかあるいは時間を大切にしたいとかねそんなお二人のお話が出ましたけれども、まあ、そんな、ね、いろいろな思いを持たれる方にもねぜひこちらの朝日スタイルフリープリン体ゼロ、ね、召し上がっていいたただきたいですよねあのまだまだですね実はお話を伺いたいんですけれどもお時間がやってまいりましたのでここでトークセッションの方は終了とさせていただきたいと思います。<あ>でもね 一つ、あれ、仕掛けがあるんですよ。あ、仕掛け?はい。すみません、あれ持ってきるの、あれ,あれ、あれ、あれ、はい。はい、はい、じゃ、すみません。またところさい。<れ><笑><笑>ちょっと待ってください。何を持ってきちゃったんでしょうかね。え?。ほら、この音聞きなさいよ。ちゃんと盛り上げる。知ってんでしょご存知ですね。 あれ、森高さん、これはこれはこれは、<laughs> ちょっとやってきましたよ。すごいですね、これケーキですよね。はい。大丈夫ですかすごい。実はですね、これあのー 2日前の4月の11日に実は森高さんが誕生日を迎えられたということで所さんから森高さんにサプライズのプレゼントなんですありがとうございます私からって私が作ったわけじゃないですけどねこれ作ってたらここまで作ったらこの仕事に就きますからね本当です森高さんこれご覧になっていかがですか書き込んであんだよこれえ。 これと同じ紙でいいじゃんかって思うけどこれねちゃんとねケーキで作られてるんですよねこれはすごいものだけど、うん、食べづらいわ <laughs> どう切っていいやろだよね森高さんご覧になったこのケーキの感想をすごいですね初めてですこんなビールが、うん <laughs> 上にンのたケーキは素晴らしいですね、はい、ありがとうございますねせっかくですのでドザーのプレスの皆様お写真撮るようでしたら、ね、今のうちにお願いいたします森高さんこれ一人じゃ食べきれないでしょ <laughs> 本当ですね、うん じこれ、森田さんがスタイルフリーのを持って、うちし全部もらうわ。逆がいい。だめ。だめですか。はい。さあ、すごいですね。はい。ええ、プレスの皆様、ありがとうございました。ということで。素晴らしいケーキが登場しましたが。芸能人いいよね。こういうの、なかなか、普通の仕事しててないもん。そうですね。こんな素敵なもの。はい、わあ、いい。記念ですよね。サプライズになりますよね。あありがとうございます。さあ。 あのこれサプライズといえば、実は。は私からもあります。はい森高さんからもあるということで、今度はこれは所さんにでしょうかね。後ろ下がってます、これ人工頭脳ですからね。ケーキが後ろに下がりましたかこの中に人工頭脳がありますからね。どんな頭脳なんでしょう大丈夫はい、人工頭脳が。自分で後ろ行きました。はい。 じゃあこちらははい所さんが官暦になられたということで官暦、あんまり聞きたくないけどありがとうございますじゃーということでこちらのシャツなんですが所さんのご年齢の60とアサヒスタイルフリープリンタゼロの特徴であるアルコール6%うまいこと言ったらこれプリンタイゼロナンバーを背負ってして よくできてるね、これ。こちらオリジナル T シャツなんですよ。うん、なるほどはいどうぞじゃあ所さんに森高さんの方から。あの森田、まあ、に祝還暦行ってやめろ、これ、本当に恥ずかしいわ、な <laughs> いものにしたいわ、こういうの。<laughs> なんかさ、還暦迎えるとさ、めでたいことなんだろうけど、本人は相当恥ずかしいし、嫌なもんだよ、これね、<laughs> そうですか相当汚い人間としてみたいな。<laughs> あるじゃんうですか地区還暦還暦還暦っていうん、ね、なんかね、うん、ちょっと着てみようかなこれあお召しになりますかお召しっていううのじゃ <laughs> どうでしょうかちょっとじゃあジャケットを上を脱がれた方がいいかもしれないですねちょっとお手伝いしましょうかそのままで大丈夫ですか

い<う>いなりになる私 <laughs> この辺がもう後ろの方ももしかしたらプレスの皆さんお写真を撮った方が、はい あそんな感じですねこれはもう6%とゼロということですからね。掛け、はい、合わせてますからね、<laughs> ぜひぜひしっかりとお写真を撮っていただければと思うんですが、<laughs> まあ,ありがとうございます、<laughs> まさかのお二人のサプライズプレゼントなんですが、<laughs> はい、ではですね、お時間の方も本当に今度は、本当です。 わずかとなりましたので最後にお二人から「朝日スタイルフリープリン体ゼロ」待ち望んでいらっしゃいます皆様に向けまして、はい、ま一言ずつメッセージをいただきたいと思いますが、はい、まずはでは所さんからお願いいたします、はいまあ、プリン体ゼロのに、ね、飲み応え十分ですからね、はいはい、スタイルフリープリン体ゼロを飲も,う,のもありがとうございますでは 森高さんお願いいたします。はい、えー、女性の皆さん、えー、ご主人様と一緒に、あとご家族と一緒に、うん、あとお友達と一緒に、はい、ぜひ皆さん飲んでください。どうもあ,ありがとうございます。さあ今日はですね、素敵なお話をありがとうございました。どうぞお二人に今一度大きな拍手をお送りください。ところ。